はい、皆さんどうも、ジジジャムズへようこそ。今日も低い声で頑張っていきたいと思います。よし、さあ頑張っていこう。本日なんですけど、本日はオフシーズンにですね、DT が訪れた、ある場所のですね、とあるものをですね、開封していきたいと思います。まあ、あれですね、芸術に触れるというのを意識しながらですね、息子たちと、島根県内をですね、ブラブラしてきたので、そちらで、購入してきたものを、で気に入っているものがあるので、そちらの方を開封していきたいと思います。それでは早速開封していこう。はい、ということで早速ですね、開封していく前にですね、何を買ってきたかっていうのをお見せしたいと思います。本日買ってきたのはこちら、じゃーん。出雲市にあるですね、出西ヶ浜という、なんていうか、陶芸っていうかな、はい、焼き物屋さんに行ってですね、購入してきたものを紹介していきたいと思います。イエーイ。はい、お店の雰囲気だったりはね、TikTok とかに載せてるんですけど、多分ここら辺に今出てるかもしれない、動画が。はい、ということでこんな感じでですね、店内、いろんなものが置いてありまして、その中で、DT が気に入ったものですね、を購入してきました。山口の、家の方ではですね、今家族が実際に、購入したもののお皿を使ってですね、晩ご飯を食べております。出西ヶ浜の皆さんありがとうございます。使わせていただいてます。僕がですね、購入してきたものをね、何か、まあ当然ですね、焼き物なんですけど、いきます。せーの、よいしょ。そしてもう一つ、よいしょ。はい、こちら2つをですね、購入してきました。はい、早速1つずつ開けていきたいと思います。どっちがどっちなのか分かんないんですけど、まずこちらから開けていきたいと思います。ちゃんとね、こうしっかりと梱包もしていただいて、本当ありがとうございます。よいしょ、よいしょ。はい、まず一つ目はこちらです。綺麗でしょうこれ。はい、これは一体何なのか、見たら分かる人もいるかもしれませんが、こちらですね、キャットボールでございます。はい、出西ヶ浜さんの、キャットボールを、購入させていただきました。猫たちのね、ご飯入れに持ってこいなんですよ。ちょうど今ここにね、猫まぶしがいるんですけど。そして2つ目、こちらの方も開封していきます。2つ目はこちらです。はい、こちらもキャットボールですね。ちょっとね、さっきのやつよりは浅いんですよ。はい、ということで、お水をね、入れるやつと、ご飯を入れるやつの両方2つ買わせていただきました。裏とかもすごいよ、ほら、めちゃめちゃ綺麗な青。色もね、何色かあったんですけど、DT エッサノーブルーにしてみました。キャットボールについて説明の紙が入ってましたので、読みたいと思います。猫は人に比べ食道が口から胃までまっすぐなっているため、そうなの、食器の位置が低いと食道が曲がり吐き戻ししてしまう原因につながります。特にシニアの猫は、筋力の低下から高さのある食器が必要と言われています。お前らまだシニアじゃないけどな。猫のための食器を作りたいという思いから開発が始められました。だから結構がっつり開発されてるんやね。試作を重ねる中で、成猫が前屈みたいにならない高さとして16センチ前後に設定しました。やって、太鼓四つ足がついた状態で、立った位置の立った時の地面から背中までの長さが22センチ以上の成猫のご利用を推奨しております。紙袋の中に犬嵐が入っておりましたね。すごいな。太鼓と頭と肩が同じ位置になるような高さそのままに、水入れとは、重心を下げて、なるほどね、ちょっと下がってるもんね。安定感を出してます。やって、体の負担にならない高さにある器が助けられればと思いをとの思いを込めて制作しました。手作りならではのこだわりの詰まったキャットボールです。すごーい。ああ、もう早速ほら興味津々やん。
そして、これはおまけなのかな。で、おまけでこちら手ぬぐいの方もですね、入れてもらいました。ありがとうございます。はい、ということで早速、まあお水はね、多分あれなんで、こちらの方にですね、普段あげてるご飯をあげてみたいと思います。早速あげていこう。はい、ということでですね、普段あげているご飯、いつものご飯をですね、いつものご飯をですね、こちらのボウルの方に入れて反応を見てみたいと思います。めちゃくちゃ欲しいんだけど、あ、でもちょうどいい高さなんやね。食べやすい猫の足。犬嵐も食べやすいですか。そっちにちょっとペーシアンジュ、すいません、ちょっと書類が、後ろの書類が多くてごめんなさい。巻き戻ししない高さ。美味しい。はい、ということでどうでしたでしょうか。うちの猫たち、犬嵐猫まぶしはですね、今もがっつり食べております。ありがとうございます。本当に出産鴨さん、本当に今回はお世話になりました。お世話になったというか、お客さんとして行ってですね、多分気づかれてたと思うんですけど、本当に、楽しまして、家族全員で楽しましていただきました。ありがとうございました。はい、ということで皆さんですね、住んでる方がいればですね、出産鴨さん、そしてですね、その近くにですね、ガラス工房さんもありますので、そこでぜひですね、芸術の秋もうすぐ来るので触れてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日はこの辺にしておきましょう。 See you next time. バイバーイ。